ここからは大須ライブです。今日は大須2丁目百老亭大須店という餃子専門店からお伝えします。今私厨房にお邪魔していまして、こちらで焼いているのはお店自慢の手作り餃子です。とってもこの厨房内、餃子のいい音、そしていい香りが漂っています。こちらのお店、1953年に創業したんですが、2018年に一度閉店することになってしまったんです。それはその時の当時の店主の方の体調不良を理由にだったんですね。ただこのお店閉店したままではいけないと、ある一人の男性が立ち上がりました。その方こそ現百老亭代表の小林さんです。今日小林さんお願いします。今ちょっと熱々の餃子をちょうどまさに焼いていただいていますが、小林さん、もともとこちらのお店のスタッフさんでも息子さんでも何でもなくて、とにかくお店の一ファンだったということなんですね。閉店を知ってしまって、はい、クラウドファンディングなどで資金を集めてお店を4年ぶりに復活させることにすることができたんです。はい、様々な苦労があったと思うんですけども、復活できた時ってどんなお気持ちでしたか？やっぱりもともと百老亭、その体調崩して辞めはった大将が元気になったってことと、あとは町の人たちがすごく喜んでくれたっていうのが今一番やってよかったなと思ってます。はい、お店の味も好きだったそうですけど、はい、この大将とも仲が良かったんですね。そうですね、週に1回必ず飲みに行く仲やって、お父さん元気がなかったので餃子しかないって飲むたびに言ってはったので、じゃあ復活一緒にしませんかっていうふうに声をかけさせていただきました。はい、熱い思いがあったんですね。でも復活させるのにはそうした思いとお金、そして味も大切になってくると思うんですが、はい、味はその時の味に近づくことはできたんですか？ 100% 復活したなと思ってます。そうなんですか？はい、どれくらい修行されたんですか？お父さんと二人三脚で、はい、それこそ皮作りからあん作りまで包み方とか全部教えてもらって、多い日で1日1000個3ヶ月間ずっと焼いてました。3ヶ月間1日1000個を続けていたということです。はいはい、でその師匠ともいえる前の大将ですね、今こちらでこうお手伝いもされています。はい、そうなんです。ただちょっとお忙しいので今日取材は NG ということなんですけど、今皆さん元気にねお店をやっているということです。はい、さあそんな餃子なんですが、こう一度茹でて蒸しながら焼いていくというちょっと変わったね作り方をしているんですよね。はいはいはい、じゃあ実際にちょっとこちらの餃子をいただきましょうかね。一つ、もう今出来たてですね。出来たて、焼きたて。一口で言ってましたからね。大丈夫ですか？美味しいね。タレとかをつけなくてもしっかり味がついてます。で皮がもちもちで本当に美味しいです。この味はこのまま引き継がれて愛されていってほしいなと感じますね。はい。さあそんなこちらのお店、実は常連さん20個でも食べられると、今でもね前と味が変わらないと皆さんおっしゃっているそうです。これからもこちらでね頑張っていってほしいと思います。以上、オースライブでした。